3回放送でお聞きの皆様どうも、中川家の0時でございます。強いです。今週も始まりました、中川家ザラジオショー。今から3時30分までの生放送でございます。はい、そうですね、よろしくお願いします。今日はちょっと暖かいですけどね。暖かいまだね。昨日は寒かったですね。もう床暖入れましたよ、僕。早っ。床暖。床、いや、床暖分かってるよ、ね、床暖は。床暖房。寒かったですからね。その前も寒かったもんね。もう床暖入れて。入れましたよ。寒かったですからね。ね、今日も中途半端ですけどね。まだ太陽が出てるから。まだちょっと半袖の人もね、うろ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 してますけども。そうね。本当に。衣替えがうまいこといかへんってね。いかないですね。なかなか。長袖だとね、タイミングがわかんないですけどね。ね、うん、また出さなあかんな、長袖。だから、無印の、あの、カラーの棚から出さなあかんな。いや中途半端にね、2、3枚出すみたいな感じで、ね。そうなんですよ、そうなんですよね。完全なね。はい。衣替えはまだまだ、ちょっとまだできへん。はい。はい。そうなんですよ。初対面が喋ってるみたいになってるよ、もう。営業マン同士の会話みたいだった。まあね、我々ももう、この、はい、この職業について何年目ですか、うん、もう中途半端な 30?2 年ぐらいか。2年ぐらいでしょ、はい、はいはい、そうですよ。よくよく考えてみてね、うん、いろいろこう、ネットとか調べながらね、うん、俺はなんでこの仕事をこんなにやってんだろうっていう、そもそも何やったやろうと思った。うん、まあ NSC に入ろうというとこから始まって。まあそうね、確かに。ただね、うん、これね、うん、あの、いろんな人が言ってる人は言ってるんですけど、うん、まあ言ってない人は言ってないですけど、どっちや、そうやな、そら。時を選んでるんですって。ああ。だから続いてるんですって。これ一番やったら続かないんですって。不思議でしょ。あ、そんなもんね。まあいろいろ、まあ、第4、第5ぐらいまであるか、大体みんな、それぐらいあるかな、候補が。第2なんですって、一番うまくいくのが。え、つゆさん、これ今第2なん、この。僕うん。第2です。お笑いの。お笑い第2。え、一番のやつ？一番建築士です。あ、そう。それが無理で、はいはい、好きすぎて、うん、で、まあ建築会社入るんですけど、うん、なんか違うと、はい、理想と、うん、近くて辞めて、うん、で、次何俺好きやったのお笑いか、まあ、うん、まあ、でも、行ってみるか、みたいな感じ。ああ、なるほどね。うん、おし、俺はこの職業だ。お笑いだって。よしっていうやつは、うん、そういえばみんな辞めていきました。NSC の時張り切ってるやつ。あ、張り切ってるやつ。NSC には悪いですけど、はい、こういうこと言うの、うん。張り切ってるやつみんな辞めていきましたね。ほんで、あの、コバとか僕らとか陣内とか、はい、授業来るとか来えへんとかわけわからん。はいはいはい。家賃じゃあ、授業料単位のとか、そんなやつに限って今残ってますから。うん、残ってんねんな、そやな。これ、こういうことなんですよ。まあ、NSC にこんなこと言うのは悪いですけど、まあ、今から入ろうとしてる人に。だからこう、張り切ってる人は失敗するんですよね。いいこといかんのか空回りか。だからこう、ラジオのスタッフもこれ第二、あ、希望かもしれないです、ここが。やな。東島さんなんか、もうちっちゃい時からアナウンサーですか、うん、そんなこと、高校生ぐらい。高校生ぐらいから。あれ、うん、ほんまでも第一候補あったはずや、ね、あったはず、ね、アナウンサーと肩を並べるぐらいの。プリキュアとか頭おかしいから、ええ年して。俺も、あの、仮面ライダー V3 やったね。第一希望は。いや、おかしいやん、そんな第一希望。幼稚園の時とかやったらわかるけど、そんな、お前、高校なんてそんな言うてるやつおらんやな、V3。そうそう。あ、だから、こう、意気込んでる人に限って、みんな辞めていくらしいですよ。あ、なるほどね。うん、僕も鉄道関係の次がお笑いやもんな。ほんで、あの、鉄道の仕事してますけども、うん、はい。鉄道、うん。うん、研究会のコーラに聞くと、はい、うん、大概、いやーみたいな言うよね。この就職すんの鉄道会社に行ったら、うん、いやーっていうね。だから趣味としては、うんうん、電車が好きやけども、うん、職業としてはまたそれは別だと。別もんや。うん。いうことになるわけですよ。そうね。だからあなたは第一希望電車でしょ。電車ですわ、鉄道ですわ。でも多分うまくいってないですよ、多分。やめてるかな。鉄道は好きやけども、うんうんうん、仕事となったらそれはまた違うと。そうね、確かに。今、鉄道。いうことで。いうことで。今、鉄道やってる人もそうやもんね。来たらやりますと。来たらやりますと。まあ、やります。来たらね。向こうがね。向こうが。来たらやります。来たらやります。やります。まあ、もう曲げない。うまくいきみたいです。みたいということでね。そうなんですよね。あ、そうか、そう考えたら。俺も、別にお笑いで天下取ってなんか、
なん思ってなかった。ただやることなくて NSC 入った感じやからね、うん、入ってね、でそっからなんとなくその気になったみたいな感じやもんね、やっていくうちに。まだその気になってない。なっていつからその気になったの、剛さんって。なってないよその気になんか。もう32年ですよ。うん、いつでも辞めたいもん。いや、いつ辞めたいって、な、初老が辞めて何するんですか。喫茶店って言ってるやん、だからいつも。いや、喫茶店いつも言ってるやんって、そう、お金いんねんで。お金いるやろ。貯金とかしてんの。喫茶店流行るから。流行るから。うん。いや、で、貯金とかあんの。ない。ないのにやる。貯金ゼロ円。ゼロ円、銀行の、うん、あの、うん、貯金通帳ゼロ。ゼロとなんか変なマーク、ペン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 で。米印みたいな。米印みたいな。ゼロ。家帰ってもゼロ円。1円もない。今ももう1円しかないもん。がなくて。負けない負けない。今後のこと。負けない負けない。どうしてですか？自信があるから。これあの、愛媛の人ばかりと思いますけど、あの、またなんか、YouTube で、あの、負けないで、もう出てくると思います、ね。負けない負けない、自信があるからで出てくると思うんで見てください、ね。そうそう、2番手やねんって。ああ、そんなもんなんかな。ほんまにでも自分がこれやって目指して、そのままやってる人なんていうか、やっぱ数少ないってことやね。ほんならもう子供の時からの夢を、大人になって達成する人なんて、まあそうそう、おらんのかな、ほとんど。知らん。おい。いや、そうちゃう？そやな、でもほんまに。なんか、二番手の方が、うん、その、冷静に客観的に見れるんじゃない？あんまり愛情注げへんから。うん、あ、もともとがね、うん。うん。まあ、なんとなく見てましたとか、聞いてましたとか、そういうことやから。うん、僕だから建築が一番好きで。うん、入ったけど。入ったけど、うん、その、建物を見るの好きやし、うんうん、こういう風に建物の仕組みこうなってんのかって好きやねんけど、うんうん、じゃあこれを計算して、うん、この材料をお金で計算して、うん、でこの木が何本いるかとか、うん、そういうのは嫌いやねん。あ、なるほど。そういうことさせられて嫌になって。あ、なるほど、金の計算の方ね、うん、でそういうことじゃないやつやね。そうなんです。だ、電車もそうやもんね。別に電車は好きやけど、その中で電車で制服着て、うん、はいはい、で、うん、電車乗り込んでっていう、うん、それはちゃうの。あ、そこは、点検はいつも思うんだけど、めんどくさいなと思う、見てたら。ほんなもう職業には向いてない、ね。向いてないな、やっぱりな。そういうのはやっぱ趣味にした方がいい。そうなんですよね。確かにね。この方は X で、はい、もちこさん。はい。球界に残る輝かしい成績を残し続ける大谷翔平さんが今2番目に好きな職業で大活躍しているとしたら1番目になりたかったものは何だろう。ああ、大谷翔平。大谷翔平さんもあるんちゃう？そら、ずっと野球ではないはず。まあ野球は好きやったやろうけどもちろん。何やったん、意外と。大谷翔平さんは憧れるのはやめましょうって言ってますよね。うん、言いましたね。あの、WBC の時にね、うん、決勝前。そういうもんじゃないっていうことを言いましたね。うん、意外と冷静やね。冷静。やね。うん。だから冷静にできる人はその職業に向いてるんじゃないかなと思うんですよ。何がしたかったんやろね。大谷翔平は、小さい時。だからあんな大きいから、やっぱりスポーツでしょうね、いろいろ、やっぱりできたでしょうね、柔道もできりゃ、うん、バスケもできりゃね。意外と市役所に憧れたっていう可能性もあるよね。ああ、公務員。公務員。あ、意外と公務員で、地味に。一回ぐらい考えるやろ、公務員になろうかなっていう。あの、公務員になって、うんうん、公務員って土日休みでしょ。はいはい。で、土日思いっきり遊ぶと、うんうん。だから公務員になる人もいるらしいですよ。あ、なるほどね。あえて。もう、でも、あ、そう。でも無理でしょう。無理やな、そんな。同じ時間の電車に乗って、同じ時間に机に着き、はい、もうすぐお昼やなってお弁当を食べ、そして、うん、そっからだらだら、まあね、時間が過ぎていき、うん、で、5時に仕事が終わり、お疲れ様でした、うん、来た電車に乗って帰る、はい、駅降りる、はい、スーパーがどっかに寄る、もう絶対無理ですね。もう僕は逆行しましたからね、朝電車乗って。あ、はいはい、乗り換えのとこで家に帰りましたからね。引っ返してね。僕もやりましたけど、それ。だから、ほれ、うんうん、僕ら大学なんか行ってないんでね、うん、よくわかんないですけど、うん、大学中退してほら、お笑いとか入ってくるじゃないですか。うんうんうん、何考えてんねんとかみんな言うけど、こっちはね、うん。そうじゃなかったよ。
大学行ってる場合じゃなかったんや。なるほど。その子にしたら。別に行って何をするっていうわけでもなかったから。大学は向いてなかったんです。なるほど、ね。で、第二希望、お笑いに入ってきたと。はいはい。いうようなことで。いや、まあ。だから、なんとも言えないですよ。言われへんね。だって、もう昔やったら就職したら、一生その会社に俺ぐらいの。そうですね。ちょっとこう、無理やり。うん。石の上にもまずは3年やぞ。3年だぞとかいうのよくありますよ。3年もいなかったですけど。俺はもうね、今も関係ないもんね。そうなんですよね。だから皆さん、ね、この就職考えてる方なんかはね、うん、俺はこれは何番に、目に好きなんだみたいなところをね、少しね、うん、ちょっと冷静に考えていただくと。そうかもしれんね。だって。客観的に見れば、うん、僕らもお笑いを客観的に見てるでしょう、うん。はい。うん。俯瞰で。うん。俯瞰で、ね。いや、運って、その、そう思ってへんのに今うんって言ってるやん。いや、言ってへんよ。俯瞰では見てるよ。最初若手ん時はほら自分しか見てへんけど、うん、だんだん年齢重ねりゃなんか見るやんか、うん、わーって騒いでる自分見て、周り見て、で俯瞰になってわ滑ってるっていうああ、そう、滑ってるとかは見れないんですよね。そう、最初の頃はね、うん、見られへんからな。この方、東京都福生市、ラジオネーム、さしっこ、むさしっこさん、うん。先ほどの仕事の話で思い出したのは、以前ゲストに出た前川清さんです。うん、一流の歌手なのにすぐ辞めたい。一番稼げるからこの仕事をやっているだけ。ときっぱり言い切って衝撃を受けました。ああ、そうそうそう。ああ、そっか、だから前川清さんの言葉は本当その通りやと思うんですよ。ああ、だから残ってんのかな、そういう人やから。だから切り替えるでしょう、僕らも。切り替える、受けてもなんか受けようが受けまいが、うん、そのままの冷静な気持ちがあるでしょう、うん、終わった後パーンと切り替えて、はい、ね、もう一目散に帰りますよ。一目散に帰るでしょ。それが大事なんですよ。それが大事。あ、切り替えないとおかしくなっちゃう。あれおかしなるもんね。そうなんですね。そうか。もうええこと聞いたな思って、誰が言ってたか忘れましたけどね。まあ、2番手。2番手が一番、まあ、と。いい職業に就くなら、ね、そうか。この方は岐阜県岐阜市のウォッチャーさん。うん、結婚も2番目に好きな人とした方が長続きすると、ナイナイの矢部さんのお母さんが言ってました。お母さんが言ってます。説得力あるかな。おお、結婚も。あ、もう2番目、もうこれあれやで。何、いろんな語弊出てこない。そう、すっごい言葉選ばない。こんなんに乗っかったら、嫁さんぶち切れるやつ。やつや。嫁さん死なんでも周りが教えよるからね。2番目に好きや言ってたよ。でも、それから向こうもそうかもしれないな。女性も。男好き。向きになるな。いや、さっき向きになって壁作っとかんとやね。鎧を被らんと、今。なるほど。恋もそうなんだ。だ、そういうことやろ。そうなんだって気持ち悪い。気持ち悪い。自分で言うてん、それ。なるほどな。うん、でもまあ、それは初恋の人と結婚なんかせえへんじゃん。好きすぎたら生活ならんのかな。好きすぎたら生活にならない。同居人やからね、結婚以前の問題で。そうやね。だから好き。他人同士の、うん、同居やからね。何やのこれ、曖昧。冷めた言い方すると。そうね。曖昧やけど、この好き嫌い以前の問題に、うんうん、こう一緒におっての空気感が合う合わへんって大きいんちゃう、結婚。空気感。うん。だからまあ、もう普通の生活のリズム。だからその、洗面所って、まあ細かい話だけど、水の出し方とか、うん、風呂の時間とか、なんか料理の好みとか。の間が合う。間が合うっていうか、そういうのが合わんと、やっぱり、いくら好きでも。お腹減ったらご飯食べに行こうか。うん、はいよってパッと行く。ぐらいなんかこう息のあった。息のあった感じの。うん、ご飯行こうかいで、いや、私さっき食べたし、なんで食べんねん、そんな時間に。あるやんか。ご飯行こうか。うん、ごめん、化粧してもいい？いや、それはさ。あ、それはええか。それはちゃうか。それはさしなり。うん、それは女性が段取り眉毛だけ変えていってもいい？いい。絶対言うもんね。眉毛だけ。なんであれ眉毛だけこだわんねん。誰も見てへんねん、眉毛なの。いや、そんな言うたまだ問題で。誰も見てへんっていうのがもうブーですよ。そう。ナイナイの矢部さんのお母さんが言ってたということ。お母さん、昭和のお母さんが言うからグッとくるやん。2番。なあ、グッと説得力あるよね。あるわ、めちゃくちゃ説得力ある。それ、そうか、思って考えて。逆に、あれ、大っ嫌いなのに結婚した人とかおんのかな？
嫌いやわこいつって思って結婚した人もおるんでしょうね、中には。最初ね、出会いは、大っ嫌い、これ絶対会わへんわ言うてて、知らん間にそうなってるのもあるやろな。なるほど。仕事も恋も2番目2番目結婚もね、2番目一番最初で初恋の人と結婚したいう人はまあマリアと、まあいないね、あんま聞いたことないもんね。うーん、要はあれか、大恋愛したと別れてでしばらくして、え、この人と結婚したみたいな人もまあいてるやんか。それは知らん。え、それは知らん。そこまで深くいかんやんか、うん、知れません。そう、だから2番目がええのか。2番目な。だからもうほんま。だからご飯、お腹すいた、お腹すいたご飯食べたやなって言った時、うん、焼肉食いたいなと思ったら焼肉行ったらあかんねや。いや、それ行った方がええじゃん。それはええの。だからその次。じゃあそばに。ようあるやろ。ちゃうか、ちゃうな。うん。いや、そこの店が休みで、じゃあどうすんねんみたいな時あるやん。だからもう2番手行く時あるやん。ある。うん。それはいいんかな？それは正解なのかな？あー、いや、でもそこはやっぱ一番、食べ物はやっぱその一番食べたいと思うもん、やっぱ食べんと満足は。そうか、そこは違うんか。せんやな。どうですか皆さん、第一希望ですか、ここは。そう、職業。就職は。みんな、ラジオのね、スタッフ。第二でしょう。2や、みんな、ほら、2や。うん。東今さんなんか、5番手ぐらいじゃんか、アナウンサーが。そう。ほんま。だから、めちゃくちゃ、俺らとかサンドイッチみたいな、アホみたいな芸人と仕事できるかもしれない。冷静に見れるから。さ、もうずっとアナウンスってきっちりしよう思ったら、俺らみたいな、絶対相手でけへんもん。いやいや、もう俺アナウンサーやったら、こんな芸人。東今さんだけど、うん、あの、ロケ行ったりしてるで。この間もロケ行ってたで。ロケ行ってんの、ラジオで、ラジオで番組で。うん。あ、外回りしてる。コロッケかなんか食べに行ってたね。ほんで、食レポして。食レポしてたね。ラジオやから余計難しい。うん。だから、別に、第五ぐらいの候補やから。東島さん、うん、第一希望な、後で聞こう。うん、第一希望なんやってんやろ。プリキュア、俺プリキュアやと思う。違う、言ってんの。おかしいやろ、大学生で。これから就職や言ってんのに。私、プリキュアにいいな。あ、そもそも、うん、大学は、うん、こっちは、ね、第一希望、第一希望の大学ですか。学校がそうや。あ、学校第一希望やって。まあ、それはやっぱ学力か、ね、俺が、高校は第二希望の高校やからね。あ、そう。第一希望は建築家のある高校でしたから。ああ。でも第二やったからうまいこと言ったんかな。あ、そこ。で、ラグビーもそこ行ってよかったよ。そこが大阪決勝まで行ったから。ああ、その俺その第一希望行ってたら、そこ決勝行ってなかったやん。あ、うん、負けててん、途中で。あ、なるほどね。うん、そういうのもあるわね。そういうのもある、そういうのもある。第二やかええよな。俺なんか学校なんか、俺アホやったからほんまにもう第五希望ぐらいのところに行ってるから。第五？第五希望。だから第一、第二、第三も全部 あかんから。何の人それ？第五。第五希望っていう。いや、第五、第五。第五番目。あ、五番目。第五番目ぐらいぐらいやで、俺なんかそんなん言ったら。あ、そう。思い通りにはならんちゃせやけど。職業って、だから難しいですよね。今、その、大学生なんか就活とか、やってる。何十社ってするんでしょ、うん、やってるよ。そっから一個選んで、辞める人もいますからね。すぐね、すぐ辞める。入って違うと思う。違うと思う。でも入らな分からへんからね。違うも違わないもん。そうやねんな。で、イメージと違うしね。うんうん、ま、CM 売ってるような大きな会社って、うん、なんかはそうですけど、入ったらまた現実的で、うん、こんな地味な作業もせなあかんのやみたいなことも出てきますからね。出てくるな、確かにな、それがね。で、バリバリやってたのに、辞めるっていう人も多いやん、俺の時代。突然辞めて田舎に住む人もいるし。もう全く違う職業移るとか。都会に疲れてみたいなところもある。いや、一回ちょっと2年ぐらい休みますよ、みたいな人も。言いますからね。からね。だから僕はあの第二希望はすごくいいと。おすすめか。おすすめ出すやと、うん、おすすめです。いやね、確かに。この方、埼玉県川口市のもこちゃん、はい、私は2番目に好きな人と結婚して離婚しましたよ。結婚は一番好きな人がいいと思います。どないやね。48歳女性。どっちよ、そうですか。この方、ラジオネーム、はい、カチカチクッションさん。賞、うん、レースにかけるネタも一番自信があるやつより2番目くらいのやつの方がうまくいくとあったり、とかあったりするんですか、うん、あ、ネタね。横浜市のカチカチクッションさん。うん。うん、ネタは。ネタはどうかな。だからこれが一番やとかいう意識がないでしょ、僕って。ない。全部、うん、まあ大体全部面白いと思ってるから。うん、その中でも、あ、
好きなやつというか慣れてるやつかな、一番自分の体に合うた、はい、慣れてるやつをやるって感じじゃない一番、あまあ賞レースとかなるとね、うん、それがまあ一番ミスもせえへんし、そんな緊張もせえへんわね、慣れてるというか体で覚えるみたいな、そうですね、だからこのネタが好きっていうのもないんですよね実際、あ自分らではね、うん、もう作った時点で終わってますからそうね、作って一回やったらもうそれはそれでもうはいはい次、うんうんうん、もうこれはもうはいやりました、うん、みたいなことをやから、このネタをもっと磨きをかけて情熱を注いでもうちょっとこの馬はここでみたいなことはないですね、そうなるともう趣味になっちゃうからね、ああそうか、うん、うん、まあでもそういうまあ芸人さんもおるのはおるのは確かにね、そこをこだわる人もおればね、こだわらないですね、あのこだわるのは見てる人ですからね、それ決めるの、ね、こっちがこだわりすぎるとね、うん、見てる人が難しくなっちゃうなんでみたいな、だ理想なんか一番舞台でなんか適当にアドリブで喋って受けたら一番爽快かな、それは俺らに関し対してはベストな状態、うん、一番そうやね、お客さんに失礼ですけど ね、 けどねそれは、うん、はい、でその後用意したやつ、たまたま言った言葉が受けるのが一番快感ですね我々にとっては ね、 ね、はい、でその後ネタあるけどもそれ受けてもうたからそれやんのめんどくさなったりするんだよね僕もうできへんようになるぐらいアドリブの方が盛り上がったらそれが理想なんですかね、それはね、それがね、確かにね、だから大谷選手も、うんうん、ホームランを打とうと思って出てきてるのかな、いやそこま全然違うこと考えてたりしてな、何を考え、何考えてんの、デコピン下げたかなとかないこともなさそうやな、あんだけ冷静やったら奥さんに鍵預けたっけとか考えてんのかな、あれバッターボックスだってでもあの野球選手あの、うん、タオさんでしたっけね、はい、なんかあの番組で一緒になった時、うん、まあ7割ぐらいでいいよねとは言ってましたけどね、7割、あその力の注ぎ具合っていう、うん、100% でいくと壊れちゃうって言ってました。あ気持ちも。あ気持ちもな。もうその時は何言ってるか分からんかった、うんうんうん、俺。はみたいな顔しててんけど、うん、失礼やけど、うん。でも今になって分かるね。やっぱり7割。だから余裕持たなあかんねんな、精神的に。100% 力入れてやると、うん、まあ、失敗するみたいなことですよね。うんうん、だから昔の野球選手、よう言うもんね、この後飲みに行くから、お前、早投げて、パッパッと抑えろよとか、あのマウンドに集まって言うてたらしいよ、うん、そういうこと。おー、そう。うん。もうええから、女も今日負けたって別に、まあ、明日死ぬわけちゃうねんから、お前、早投げとか、なんか、そういう。まあ、それぐらいのメンタルというか、うん、気持ちの方がいいんでしょうね。もうな、やっぱりな、ガチガチにやるのあんま良くないんかな。良くないと思いますね。しんどなるしね。だからもう、そうです、うん。うん。2番手ぐらいの気持ちで、何かを選ぶのがいいんじゃないでしょうか。うんうん、でも、未だにこれっていうのじゃないもんね、剛さんは。さっきも言ったけど。何にもないもんね、いつでもやめれる感じもね、別にそんなの俺情熱なんか注いでないよお笑いに、あ熱なんか持ってないよ別に何も やってんなーってお笑いやってんなお笑い芸人として一応端くれにおらしてもうてんなぐらいの気持ちでやってますよそんな考え出したらこんなこの方は島根県浜田市一番風呂さん、はい、僕は一番好きな食べ物は焼肉ですが、うん、日常的に毎日食べるなら2番目に好きな麻婆豆腐がいいです、うん、やっぱり落ち着くのは2番目だと思います、うんうん、なるほど、あ一番好きなんじゃなくて2番目に好きなの食べてる方が落ち着くか、結局卵かけご飯食ってる時がうんうん言ってんもんな、俺自分で聞こえるもん自分の声がうんって言ってんのが一番好きなもんっていう、ワクワクしすぎんねんな。そやね、うん、胸いっぱいなんで、ね。意気込んでまうねん、ね。意気込むもんな。うん。で、二番目はそんな意気込めんもんな。もうそこなかったらないでええし、ぐらいの。ぐらいので。で、出てきて食べる方が、うん。うまいやな。よくできてんな。二番目。まあ、何事も二番目っていうふうに考えたら、うん、うまくいくんじゃないでしょうか。そうね。冷静にどうですか皆さんはどうやっぱり一番好きな職業について、うん、そこで一番なるっていう気持ちじゃないとダメでしょうかね、まあ、その職種にもよるけどね、全部のジャンルがその職種に関する
周りついてるもんが全部好きになれるかどうかもあるしね。この方ラジオネームバターべっとりお塩ドッカーン。はい。僕は中学から夢だった職業大工さんやってます。時々辞めたくなるけど、うん、あ、大工さんね、あ、一番好きなやつをやってる、ね、続いてんねんな。あ、でも大工さんでもやっぱり自分で任されるまでが辛抱やろな、多分。ああいう職業、修行ですね。修行が自分のペースでできるようになったら、まあ、それは楽しいですよ。大工も雇われるよりも、やっぱり。まあ、そりゃそうか。うん、自分一人で、あっち行ったりこっち行ったりしてね。うん、うん、気楽やよね。車でラジオ聞きながら。うん、ラジオそうやね、こういうの聞きながら、ね。うん、いいと思いますけどね。この。さんもそっちの方が向いてる言われもんね。そのもの、ものづくりみたいな。こう、黙々と。そうそう、もともと、それ、そういうのがやりたかったね。ああ。この方、和歌山県御坊市の方、青さん、うん。私は以前、雑貨店の店長をしていたんですが、うん、めちゃくちゃやる気がある人は特に長続きしません。ああ、なるほど。お金のためです。家から近いんで、ぐらいのスタッフの方が長く続きます。やる気満々の子は、思い描いていたイメージと、現実とのギャップで嫌になるのかもしれません。ちなみに私も、就職活動の時は、内定もらった中で2番目に行きたかった会社に入社しました。うん、その会社はとにかく楽しい職場でした。おお、ほら、おった。おいてましたね。もうまさしく僕ら、今、剛さんが言うてたような。めちゃくちゃやる気がある人は、特に、うん、長続きしませんって書いてある。ああ、その、やっぱ理想と現実か。好きすぎて理想は描くわね、めちゃくちゃ大きく。理想を描いて、その通り動かんから、うん、そのギャップで、だんだんショックを受けてやめていくという形なんでしょうか。ああ、そうなんや。ここでええかぐらいが、いいのかもしれないですね。いいかもしれませんね、ほんまに。で、先ほど NSC の話しまして、うん、NSC には悪いんですけど、はい、まあ我々の時はそういう結果でしたので。そうですね。今はどうかわからない。適当にやってるやつの方が残っているという現実がありますので、あね、まあその時の時代の話なんで、今は知れませんよ。まあね。いや、今は遺産で入ってくるやん、みんな、やっぱり。大学のお笑いサークルで何冠もチャンピオンになって、もう NSC 入ってくるとか、他の事務所入るとかあるもんね。そう、そう、今はもう、すごい、美化されてますからね、お笑いが。確かに。我々の時は、お笑いかい、うん、みたいな感じでしたけどもね、もうあれから30年経ちますんでね。うん、まあ、それ変わるわね。それ変わるっちゃう話でね。僕ももう、だから、もうこのラジオももう2番目に好きです。複雑やろ、それ。うん、スタッフもどうしていいかわからん顔してて。俺もそうやったし、今。みんな今、外で聞いてる日本放送の社員も全部、一回上見たと思うで、スピーカーの方。なんで、こいつって、一番なんやねんの、気になるのかな、それやったら。いや、別に一番とかないんですけど。なんか変な話やけど、2番が一番ええという。2番が一番ええという話でした。ですね。はい。というわけで行きましょう。2時間さ、さっきのオープニングの話だね。はい、東島さんは、はい、アナウンサーは、ぼんやり思ってたんですけど、はい、長崎にいようと思ってたので、はい、私は。まさか東京に出てきてるなんていうのは、それはなんか考えてなかった。なかったですし、日本放送でっていうのも、ご縁がその後だったので、うんうん、全然ガチガチではなく。日本放送目指して来たんじゃないですか、長崎から。違うんですよ。申し訳ないんですけども。差し支えなかったら何を目指してたんですか、うん、その東京の大学で。ちゃんと採用試験で話したので怒られないと思うんですけど、はいはい、ラジオに局のアナウンサーがいるっていうことは知らなかったんですよ。あら、そうかそう、知らんっていうのもいいね。入り口はなのでテレビしかないと思ってたんですけど、うん、途中で嫌になっちゃって、うん、そうしましたらアナウンススクールの先生が、うん、日本放送も今年採用してるよっていうことで、日本放送とはで検索しましたね。あ、なるほど。ほら、なので全部ご褒美なんです、今私からすると。知らんかったよね。知らんかった、日本放送のこと、はい、で入ったからこうなんかうまいこと、そう、もう十分幸せなので、今本当にこれも怒られるかもしれないですけど、今日じゃあもうやめようって、うん、お世話になりました、もう十分ありがとうございましたって思ったら、30分で退社できるようにロッカー一つに荷物まとめてます。衝撃発言これは。ありがたいんですよ、一生懸命その代わり 1000% で一生懸命やりますけど、
わかります？すごくその気持ちわかります、はい、私は大好きですよ、はい、日本酒大好きなんですけど、はいはい、もし辞めるってなった時に満たされる瞬間が来る気がしていて、もう十分幸せなので。いやって強さんより上やね。荷物まとめてるから、はい、まとめる準備できてるってすごいよな。紙袋3つでいけます。離婚届ずっと用意してますみたいな。違う違う怖いで、そんなあるからな、それ大好きなんですよ、ね、会社は、ね、大好きというんですね、はい、さあ金曜日はリスナーの皆さんにメールで参加していただきます。今日のメールテーマはこちら、私の仕事あるある。ありのさあ、というわけでね、これ友近ですね。あ、水谷チームですね、これ。先週ゲストの友近が、大御所芸能人はカレーを作りがちという話をしてたんで、リスナーの皆さんには私のお仕事あるあるでメールを募集したいと思います。自分の仕事でよくある話、仕事で絶対にやってしまう話など、まあ何でも OK でございますね。まあ僕がやったらお笑い芸人あるある、うん、うん、まあ移動が多い、多くて、何やろね、移動が多くて新幹線寝過ごすとか、なんかそんな、この間も寝過ごしそうになったからね、新幹線寝過ごしました。着いたらプルルルってなってた、一番怖いやつね。で降りる時にメガネ飛んでいきました。ブンって飛んで立ち上がったから、メガネがギャンって後ろに飛んで、メガネ拾って急いで降りました。あのまま行ってしまうところでしたね。芸人多いもんね、それね、まあ、あるあるっちゃあるあるかな。怖い。アナウンサーあるあるっていうのはどんな感じ？みんなそうか分かりませんけど、うん、何か文章を見た時に何秒で読めるか考えがち、うん、ね、はい、いらないんですけど、考えなくていいんですけど。いやいや、でもそれ結構大事かもしれないですよね。あれ言うのあるよね、たまに。でもあれねえみたいな。あれがあんま待ってられないんだよ、待ってられない、ね。はい、あら、じゃ あれど、あれ、ま、中川家のレイス名乗るスタイル言うようになるってね。さあ、リスナーの皆さんからは私のお仕事あるあるメール、そして番組ホームページのメールフォームでお待ちしております。メールの方は ngk@1242.com、 中川家の頭文字 ngk@1242.com までお寄せください。メッセージを読まれた方全員に番組オリジナルステッカー第3弾を4種類あるんですけれども、ランダムで1枚プレゼントします。住所、本名、電話番号を忘れずに書いてください。番組ホームページのメールフォームからも送れますので、こちらも探してみてくださいね。そしてこの番組 X の公式アカウントもあります。 X をお使いの方はハッシュタグ中川家ラジオショーをつけてポストしてください。合わせてインスタグラムのアカウントもありますのでフォローしてくださいね。さあ、今日は2時台にはお笑いコンビ空気階段さんが生登場。ザパンチじゃないんですか？そうなんですよね、ちょっと急遽変更になる、はい、変更になりました。あの、変な問題とかじゃないですよ、スケジュールの、スケジュールの会社のね、ちょっとしたミスでご都合ということで、ダブルブッキングでしょ。そうです、そうです、そうです、その通り、だから何かあったってわけじゃないんでね。でまた登場していただきますのでね。そうですね、はい、はい、中川家とラジオショー東京有楽町の日本放送からこの後3時30分まで生放送です。勢力減退早漏に赤ひげのオットピン S 塗って効きます。オットピン S 新宿駅前フリーダイヤル 0120-450-655 赤ひげ薬局。この医薬品は使用上の注意をよく読んでお使いください。カメラの北村の葛原です。どんなカメラも高く買い取ります。カメラの北村の大久保です。ただいまキャンペーン中です。出張査定で漏れなくクオカードをプレゼント。お電話は 0120-157-999 157-999。 出張買取はカメラの北村。ザ・ GS 栄光のグループサウンズファイナルコンサート、11月24日日曜日午後3時から高崎芸術劇場大劇場で、チケット絶賛発売中。お問い合わせは0333。中川家のレイジです。つよしです。この時間お届けするのはこちらのコーナー。ラジオ CM を作ろう。
さあ、南海放送でお聞きの方は初めてかと思いますけども、はい、改めてこのコーナーは架空のお店商品企業のラジオ CM を勝手に作ろうという企画でございます。なるへそう、はい、先々週作りましたラジオ CM 聞いてみましょう。オスすっぽん出すのラジオ CM でございます。どうぞ。市川ポンポン堂のおすすめ商品、すっぽんのエキスが入ったすっぽん出す。滋養強壮、勢力増強、酸っぱいすっぽん、すっぽん出す。父さん一杯どう？おう。ポンポンすっぽぽん、ポンスポン。ポンポンすっぽぽん、ポンスポン。ポンポンすっぽぽん、ポンスポン。行ってきます。あらまあ。まあもう二人とも棒読み。棒読み。下手やな。たくそやな。お父さん一杯どう、一番下手やったな。うん、いろんなお父さん一杯どうって今までやってやるけど。お父さん一杯どうっていう。もっとこう。もうちょっとニヤニヤしてるのもわかる。お父さん一杯どう。おお。あらまあ。棒読み。だから南海放送機の皆さん、こんなこと毎週やりますんでね。そうですね。なんかほんまに実際愛媛のなんかお店でもいいですし、まあ、愛媛のあの、うん、あれ何でしたっけ、お菓子。一六タルト。一六タルト。うん。一六タルトなんかでもね、うん、CM 作れそうですけどね。もうすでにありそうやけどね、一六タルト。あ、愛媛ではやってますかね、一六タルト。一六タルトやってんちゃう？うん。最初、洋菓子や思ったら和菓子やったって、子供の時すごいショックやった思い出なんだけど、ね。ああ、そうですね。洋菓子っぽいですもんね、うん、見た目はね。そう。あれ、大人になってから良さわかるからね、あの一六タルトはね。だからこういうことをやっておりますんでね。はい。はい。そして来週はですね、7月から9月に作ったラジオ CM の振り返りをしたいと思います。おー。もう一度聞きたいラジオ CM のリクエストをお待ちしております。受付メールアドレスは ngk@1242.com、ngk@1242.com、懸命にラジオ CM と入れていただけると助かります。たくさんのご、建設現場で、アスベスト、石綿を吸い健康被害を受けた方は、国から最大1300万円の救済の可能性があります。対象は、大工だけでなく、内装、電気工、吹付工、左官、配管工、解体工、現場監督など。さらに、現場に出入りしていた方、運搬していた方も可能性がありますよ。特に、中皮腫、肺がん、赤面肺、微慢性胸膜飛行と診断された方、または労災保険を受けた方や市綿健康被害救済法の給付を受けた方は対象の可能性が高いです。対象者が亡くなっている場合は遺族の方が対象です。大体の職歴と病状が分かれば、あなたがいくらもらえるのか無料で確認できます。お電話は 0120-70-7000 番、 70-7000 番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。毎年ご好評いただいている日本放送アナウンサーカレンダー、ただいま来年2025年のカレンダー予約受付中です。笑顔の写真がいっぱいのカレンダーをお電話一本でお届けします。お申し込みは 0570-07-1242 アナウンサー。福島のあずま球場で行われる福島最大級の音楽フェスティバル、3回目となる今年は10月19日土曜20日にエンドモア。東の自然と福島の人の温かみを感じられるひととき。詳しくは日本放送ニュースです。ニュースデスク森田さん、お願いします。はい、お伝えします。まず訃報です。アニメドラえもんのドラえもん役で知られた声優で俳優の大山信代さんが先月29日老衰のため東京都内の病院で亡くなりました。90歳でした。大山さんが四半世紀にわたって担当したドラえもんはハマり役となり、子供たちに親しまれました。直腸がんと脳梗塞を患ったほか、2000や東京一極集中の是正に向けた地方創生を加速させるため、新しい地方経済生活環境創生本部を設置しました。石破総理大臣を本部長として年末までに基本的な考え方を取りまとめる方針です。全閣僚がメンバーとなり、副本部長は林官房長官と伊藤地方創生担当大臣が務めます。伊藤大臣の記者会見です。国がお金をばらまくという話ではないものでありますから、地方の取り組み、地方が自治体もその企業もあるいはそこに住む住民もみんながアイデアを出し合い、
汗を流し合いして作り上げた、そういった事業に国総理は地方創生を経済成長の起爆剤と位置づけ、自治体向けの交付金を当初予算ベースの自動車レース最高峰の F1 シリーズに参戦しているアメリカのレーシングチームハースと今シーズンから車両開発分野などで業務提携すると発表しました。トヨタの F1 への参画は2009年以来15シーズンぶりとなります。記者会見で豊田章男会長は提携の目的の一つとして人材育成を挙げ、モータースポーツを起点にもっといい車作りを目指す、それを担う人作りから始める決意をしたと説明しました。ハーストの契約は複数年で、トヨタはテスト走行に育成ドライバーを参加させるほか、エンジニアがマシンの空力開発。フィッシュ投手は10日、ドジャースとの地区シリーズ第5戦の先発を翌日に控えて記者会見し、パドレスが勝つような投球ができればと抱負を語りました。勝った方が地区シリーズ突破となる大事な一戦に向け、ダルビッシュ投手は落ち着いている、試合が始まってからいろいろ考えていくのが自分のやり方なので今回もそうしたいと述べました。相手ドジャースの山本投手の登板も見込まれ、こういう舞台で投げ合えるのは。ドブロック報復絶倒の歌ネタライブ、歌ネタ40史爆笑ロマン飛行2025、来年1月25日土曜日、中野ゼロ大ホール。お問い合わせは03-3355。あ、テーマメール紹介したいと思います。テーマは私のお仕事あるあるでございます。おうおうおう、はい、この方台東区の板どんさん、百貨店に勤めております。休みで自分の買い物していても店員さんに間違えられることが多いです。後ろ姿から何かを感じ取られてしまうんでしょうか。関係ない店でも商品が落ちてると、すぐに拾って並べてあげます。あ、なるほど。気になるかな、やっぱり。絶妙なとこ立ってレジの前立ったりしてんじゃん。カウンターの前立ってたりとか、あれよう間違うの俺も。僕店員じゃないですってよく言われるのな。ありますね。無印多いよねそれ。あ、無印で確かに結構店員の人もさ、はい、ちょっと自然やからさ、自然あまりにも、ね、カジュアルな、なんかね、そうやねんな。デッキ屋ぐらいやったら間違えへんけど、なんか微妙にね、雑貨屋とかやったらやっぱりね、制服じゃないですもんね。そうなんですよね、やっぱ間違えてしまうからね、はい、どうしても並べてしまうっていうね。この方は千葉県流山市の白い怪盗さん。医療関係の仕事に就いております、うん。医療関係の人たちだけで焼肉屋さんに行くと、食べている肉の部位と人間の関連した部位について比較検討して盛り上がります。すごいね、ハツとか見てとかね、ここに血管が走っててとか言うの、言うんちゃう。もう医療関係やからこれで盛り上がんねんって、それが。はい、でもなんか聞いたことあるよね、手術した後焼肉食いたなるとか言ってね、こう、あ、手術しながら注文するとか言ってましたよ。ああその後食べるご飯を、うん、腹へんねんって、俺には分かれへんけど、ね、いや僕絶対気絶すると思うわ俺。ああいうの見ると、なんか体のたまにね、こう映ってんのあるもんね、なんかドキュメントとかで、ね、あるもんね、こうやって盛り上がんねんって V 見て。そうですか。なるほどね。さあ、この方ラザニア500杯さん、増えるか。そんなボケてるわけじゃんね、別に。映画やドラマの字幕を作る仕事をしております。へ、自分が映画やサブスクを見るときは、つい字幕の読みやすさや、このセリフはこんな風に訳すのがうまいなどと考えてしまい、内容が頭に入ってこないことがあります。いつかクイーンに関する作品の字幕を作り、剛さんに見ていただくのが夢でございます、という。YouTube でね、うん、あの大阪弁で吹き替え作ってる人がおるんですよ、うん、あ、いろんな映画とか外国のミュージシャンが喋ってるところを大阪弁で、うん、それはなかなか聞きやすいですよ、大阪出身としてはね。あ、うまいこと合ってんねん。 そうそう外国の有名なミュージシャンが。あ、そうなの。それ作った時はな、1970年やな。面白いね、それ。それ。おもろいんですよ、その吹き替えは。すっごい難しいもんな、吹き替えって。俺もやったことあるけど、仕事で。
吹き替え、あ吹き替えの仕事難しいですね。難しいよな。自分がどういう風に喋ってるかが客観的に見れないから。そうね、確かに。後で聞いたら恥ずかしいよ、ね、恥ずかしい。下手くそやなと。下手やなと思いますよ僕も。あとやっぱ字幕も、その字幕を書く人がこの方が、あのそこのシーンはええやろう思って、うん、ちょっとしたあのなんちゃうの言葉を変えてますもんね、はい、ニュアンスをね、うん、韓国ドラマなんか見たら、あれ全然ちゃうこと言ってんのに、韓国語では。確かにズレが、あでも分かるんですね。でもそこはなんか単語は分かるから、こういう風に綺麗にまとめあったなとか、そういうのはあるね。あとあとつながってくるからじゃない、ドラマやから。そこでこの言葉言っとかんとみたいなとこもあるんじゃないかな。あなるほどね、はいはい、おおいさあこの方、うん、長岡市のムッコさん、私は小学校に勤めていますが、学校の先生あるあるは、自分の子供が誕生するとき、児童と同じ名前を付けたがらないです、名前を考えるときは、同じ名前の子が、児童にいるとどうしてもその子のイメージが浮かんでしまい避けがちです。たとえ同じ読みでも漢字は変えてます。なので数多くの名前が却下され、意外と先生の子供には珍しい名前や漢字を当てた子が多いです。なるほど、知らんかったね。かぶらないようにしちゃうんだ自然と、ね、顔が浮かびますもん ね授業してる時に、怒りづらいやろうしね、それもね、それもね、なるほど、いろいろございます。我々もありましたけどね、うん、同じ名字ですからね、同じクラブでしたからね、中川って言われたら2人ピクってなる反応しちゃうんですよね。反応しちゃうんですよね確かにね。さあこの方、川崎市の方ですね、新たなにっちゃんさん50歳の方。私はエアコン関係の職場にいます、うん、昼ご飯や買い物でお店に入るとエアコンがどこにあって配管がどこを通ってるか目で追ってしまいます職業ねさらにフィルターが汚れてるなとチェックしたり、うん、室外機はここなら置けそうだなとか想像してます。あ、なるほど、職業病やね、これね。プロですね。プロですよこれはね。しょうがないよね、うん、気になるね。僕らでもあれですよ、うん、劇場なんか前説なんか聞いてますと、あ、うん、前説こいつら仲悪いなとか分かりますか、ね、そういうものです。分かるんですよ、お互いの喋り方で。ほらね、ここでね、ほら拍手言っておきましょうか。あ、まあ知りませんけど。なん、はい、じゃあ、あ、仲悪いな。知りませんとかいう答えないからね。あ、多分喧嘩してんな。拍手しときましょうか。あ、まあさっきやりましたけどもね。さっきやりましたけども、もう一回やりましょう。もう一回やりましょう。やるんですか。こいつら仲悪いなっていうのは。僕らね、聞いてて分かるけど。例えば他のなんか違うもん見に行っても見てまうよね、その進行。袖を見て。これはね、もう嫌なんですよ、子供ちっちゃい時嫌でした。もうショーとか見に行っても、うんうん、見た今のっていう子供に言われるけど、俺袖見てるからさ、ね、心配になるのよ、うん、次なんか呼ばれた時の出てくる、まあ悪いなとか。そう、あのアンパンマンショーなんかあります、ね、間が悪い。出たなバイキンマンって言うねんけど、バイキンマン遅いねん。あ、遅れてんねん。そう、肩から、あ、袖から肩だけ見えてるけど、見えたらあかんねん、出てくる時にとか、そういうとこばっかり見てしまうんですよ、ね、あともう7回ぐらいやるでしょ、ステージ、そうですね、3ぐらいのが新鮮やろうなと思ったりとかね気持ちが分かる、ね、気持ちもちょっと分からんでもない。もういる箇所見てもドキドキするもんね、これちゃんとできるんやろうかとかね。まあでしょ、まあまあ、もうとりあえず間が大事細かいところがそれぞれ ね終わりだと思いますけれども、はいはい、今日のメッセージテーマは私のお仕事あるあるです。この後も ngk@1242.com 中川家の頭文字 ngk@1242.com までお寄せください。番組オリジナルステッカー第3弾が出来上がりまして、はい、4種類あるんですけれども、すいません、どこ行くんですか。早かったですね。 やめる。いや、なんで やめないでください。やめへん。え、でも2番目に好きなんですもんね、ラジオショー。なんだ、ね、2番目東野さん多分6番目です。いろんな番組やってますから。
続いてはハロー神奈川、神奈川県の情報をお伝えします。日本放送横浜支局の田中さん、お願いします。はい、こんにちは。こんにちは。お伝えします。ここでイベントのお知らせです。今週末12日土曜日、13日日曜日に川崎市東扇島の日本食肉流通センターにて6年ぶりに畜産フードフェア2024が開催されます。お肉の美味しさ、食べる楽しさを体験できる畜産フードフェア2024は第1会場と第2会場で開催いたします。まず第1会場ではセンター出展者による牛肉、豚肉、ウインナーなどの試食販売、食肉のすべてがわかる情報提供コーナーをはじめ、全国味めぐりコーナー、地域物産展など盛りだくさん。第2会場では石川県産の能登牛もも肉を会場でダイナミックに丸焼きにしたお肉を無料で楽しめるコーナーがあり、お肉好きにはたまらないイベントです。またお子様連れのご家族にも楽しめるイベントとして、子牛、豚、ヤギ、羊などの動物と触れ合える触れ合い牧場を開催します。会場は駐車場完備、 JR 川崎駅東口より会場直行バスの無料シャトルバスも運行します。ぜひ今週末はご家族、お友達と連れ立って畜産フードフェア2024に遊びに出かけてみませんか。横浜のスタジオから田中司会がお伝えしました。 You 11月1日より池袋サンシャイン劇場にて上演します。最高に切ない夏の物語をぜひ劇場で。ただいまチケット一般発売中。詳しくはタクフェス You 公式ホームページ。1時55分です。日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの松井さん、お願いします。はい、圏央道の海老名ジャンクション方面へ向かう内回りは、東京のあきる野トンネルに止まっていた故障車は移動しましたが、狭山パーキングエリア付近まで17キロ渋滞しています。鶴ヶ島ジャンクションから八王子ジャンクションまでの所要時間は1時間45分です。関越道の上りは練馬インターで7キロの渋滞です。中央道の下りは稲城インターでの事故の処理は終わりましたが9キロの渋滞。高井戸インターから八王子ジャンクションまでの所要時間は1時間40分です。東名高速道路の下りは横浜町田インターで8キロの渋滞です。首都高速道路は湾岸線の横浜方面へ向かう西行きが東京港トンネルを先頭に4キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの松井でした。松井さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は2時25分ごろお届けします。それではテーマメールいきましょう、私のお仕事あるあるでございます。この方、江戸川区のしーちゃん、私はエステシャンです、お客様の中には施術中にいびきをかいて爆睡しているにもかかわらず、エステが終わったら寝てなかったよという人がいます、こちらとしては嘘つけと言いたくなります、ちなみに施術中は寝ていた方が少しですが成長ホルモンが出るので肌にはとてもいいです。素直に認めたらいいのにと思います。そうなんですね。なんか寝たらあかんらしいですね。あかんの？寝たら効かないらしいですよ。あ、そうなんや。効いてる、痛いとか、あ、気持ちいいとか感じてた感じて終わった方がちゃんといいらしい。寝るとダメらしいですね。効かないらしいですね。その間はあの気づいてないことですか。絶対寝てまうもんな、これ。寝ちゃいますよね。あ、気持ちいいもん。どこやられると一番寝てしまう？マッサージとかこういうエステとかで。首かな。あ、首で寝る。首で。頭なんかもう一発で寝てしまうね。自分の指聞こえるもん。あるある。寝てます。うん。ちょっと恥ずかしくない、すいません、ごめんなさい。言ってますね、はいはい、この後もメッセージをお寄せください。今日のテーマは私のお仕事あるあるです。 ngk@1242.com でこの後もお待ちしております。船木和夫が数々のヒット曲をお届けします。来年2月19日水曜日、葛飾シンフォニーヒルズ、チケット好評発売中。お問い合わせは 03-3355-35。 お知らせです。
小学校で注射を受けた方は最大3600万円の給付の可能性があります。あなたも給付の対象かご確認を。0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。カメラの北村の葛原です。どんなカメラも高く買い取ります。カメラの北村の大。You are the first star every morning. Is this a warning? You are walking while I'm calling. This gets boring. I lose you, keep scoring. I wish you would call in and we would be talking. Your voice in my mind keeps distorting. Until now you were kind, but you start to ignore me. Your face a drawing, forming before me. Doesn't leave my mind and deforms me. I wish I could rewrite the story.Just press rewind, but I can't and I'm sorry. I've been confined and this haunts me. I haven't yet resigned, but you'll force me. No remorse, but your love drained and scorched me. You would force me to break and it torched me. Now I see through the pain, it was of course me. Holding on too tight when you tried to divorce me. No remorse, but your love drained and scorched me. You would force me to break and it torched me.Now I see through the pain, it was of course me. Holding on too tight when you tried to divorce me. I remember when you adored me. Even though you never said that you loved me. We had good times and my mind always records these. So they are stored and I can still see them before me. But unfortunately, this is torturing me. What we once had was real, now it's just auditory. And there is no glory where the love grew gory in me.But it's okay, no need to feel sorry for me. I wish I could rewrite the story. Just press rewind, but I can't and I'm sorry. I've been confined and this haunts me. I haven't yet resigned, but you'll force me. No remorse, but your love drained and scorched me. You would force me to break and it torched me. Now I realize in the end it was of course me. Holding on too tight when you tried to divorce me. No remorse, but your love drained and scorched meYou would force me to break and it torched me. Now I realize in the end it was of course me. Holding on too tight when you tried to divorce me.